移動した。影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわうわ、ようやくだ。本当にやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。さくらか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、方法でガイモ。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう、お前たち鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト、オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。に力をつけたお前でも、5人もの俺を相手にするのは厳しかろう。さて、どう対処する？見せてもらうぞ。まずは一体。シナリ、
認めてやろう。お前は内配種族の中でも垢抜けた力を持っている。押村くんはその力の使い道を誤ったことだ。こちら側に。ここからが真の戦いだ。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。シナミ！シナミ！サスケ、行けっぞ。この気は逃さん。近しいものを持っているようだな。次で決めっぞ、サスケ。ああ。目の前だ。師匠やナルトや忍びのみんなが望んだ平和が。
目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前のいる平和も所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢ゆえうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。やっこれでどうなったのよ。なんだ貴様、なぜこれほどの力。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。かぐっ、止まった。レントン、貴様をかぐっち。しばくってやせ。この俺が貴様ら、貴様らごとき